249年目のシーズン、オーダーを発表するぞ。1番ファースト、オウ。2番センター、ホドル。3番レフト、若松。4番ショート、長島。5番サード、浅村。6番ライト、ベスト。7番キャッチャー、古田。8番セカンド、平田。続いて投手陣。先発調子次第、ダルビッシュ。先発調子次第、亀田。先発調子次第、平下。先発調子次第、牧。先発調子次第、若杉。先発勝利投手、小塚。中継ぎビハインド、秋山。中継ぎビハインド、牟田。中継ぎ接戦時、浅野。中継ぎ接戦時、土肥。中継ぎ接戦時、相澤。セットアッパー、立原。クローザー、平。留学選手脱国。綱島まあまあ伸びたな。変化量もしっかり伸びたな。サトテルはしっかりミート伸びた。綱島は特能いいからな。人的保障からの活躍期待してるぞ。サトテルすげえ能力になってきたな。パワヒをつけてホームラン量産させるぞ。チケットガチャの時間だー。今年もいい投手がいれば取ってやろう。クレスウェル兄弟かな？出身が違うけどな。二人だけだな。こいつ顔やばいぞ。何かやってそうな顔してますねー。クレスウェルはツーシーム持ちか。先発は相当能力ねえと使わねえだろうけどな。ドラフト選手の能力。三島カミソリシュートも覚えていい感じ。赤徳もねえしリリーフでは出番ありそうだな。徳元も悪くないぜ。変化量伸ばせば可能性あるだろうな。下置きもいい能力。こいつは留学出せばかなりいい能力になりそうだな。今シーズンもこの時間。今年の相手はホークスか。ダルビッシュしっかり頼んだぜ。福岡ソフトバンクホークス日本シリーズ第1戦の模様をお送りいたします。タイガースの先発は魔球を操る帝王ダルビッシュ。吉野部セカンドやんけ。よりによってセカンドにコンバートしたのかよ。ダルビッシュ結構打たれたな。大野打線か。連勝だぜ。今日はベストが5打点か。これで大手だぜ。明日決めろ。さて今日のヒーロー、日本一だー。日本一の座を手に入れました。歓喜の瞬間です。329
330、331、332、333、334、4人だったな。いや、打線はかなり強力になってきたからな。野手は一段落ついたからな。次は怪物投手陣の獲得だな。ドラフトでいい投手が来てくれたらいいけどな。最高の瞬間を迎えています。見事日本一となったトラホー。連覇へ向けて選手たちのさらなる活躍を期待しましょう。野手はもう十分揃ってきたからな。次は投手だ。佐々木朗希とかそろそろマジで出てきやがれ。120勝には乗らなかったか。まあ時間の問題だろう。先発の防御率はイマイチだな。衰えてきてる小塚を使ってるからかもな。大正義打線目指せ、打率3割。ミスターショートでベスト9来た。コンバート成功だな。大股三冠王だー。ほんと一番なのによく打点稼げるな。投手はダルビッシュが独占。てかやないのやつ投手タイトルじゃねえか。ほんとだ。投手タイトル独占してもベストより少ないのか。新人王は関係ねえな。ダルビッシュさすがだぜー。大打点稼ぎすぎだろ。一番でこんなに稼げるのか。ベストもいい成績だな。ミスターもらしい成績になってきたぜ。セカンドは平田と浅村の争いだ。年も近いし、どっちがレギュラーになるか楽しみだな。ダルビッシュはしっかり20勝。綱島は先発ローテ入りしたか。人的保障からの大出世やで。防御率はいまいちだけどな。首位打者取ったやない、投げる方でも頑張ってるのか。相変わらず打率はいいな。うちに来てたらな。リッキーもロッテで頑張ってるぜ。移籍しても成績は残したようだな。選手の契約公開。クレスウェルは首。先発ローテ入りしたけどイマイチだったか。カッティングも首。この赤徳じゃ無理だよな。小塚は引退。小塚ここまでか。こいつは首だ。サード守れるようになったけどダメだったか。土肥は引退。土肥いいピッチャーだったぜ。大原は首。今までお疲れさんだぜ。梅野は引退。梅ちゃん今までありがとうだぜ。以上だ。さあ怪物投手出てきてくれよー。見ていくぞ。岩瀬だー。お前もう戻ってきたのかよ。まだ一度も出たことがない選手いるんだけどな。ちなみに今回は大物ルーキーを使っているぞ。これは期待大だぜこいつ。まあまあいいな。特能が怪しいけどな。
進化量いいな。大谷来たー。こいつももう戻ってきやがったか。若松が微妙な成績だったから、大谷を外野で二刀流も全然ありだな。野手能力もかなり使えるしな。吉野部も来たー。お前ら同時に出るんじゃねえよ。いやー、まさか大谷と吉野部が同時に出てくるとはな。これは究極の選択だな。まあ二刀流の大谷の方がいいんだろうけど。こいつ強いな。これは強肩強打のキャッチャー。野手はズバ抜けたやつはいねえな。ドラフト1位は大谷だ。やっぱり大谷の方を選ぶよな。やべえ。山本は3球団か。大谷は8球団だー。絶対当てるぞ。これだ。来たー。ふん。吉野部はホークス。岩瀬はヤクルトか。ドラフト2位はこいつ。3球種持ちのいい高卒サウスポーだな。ドラフト3位はこいつ。ミート以外は大物ルーキーでいい感じになるな。ドラフト4位はこいつ。3球種持ちまだ残ってるのか。以上だ。さあ今回も大谷よろしくだぜー。大谷にはまた俺の背番号をくれてやる。大谷さんの投打の活躍に期待だぜー。こいつはリリーフで使えそうだな。中継ぎ適正上げておかないとな。長谷川はミート以外の見栄え良さそうだな。ひたすらミートを鍛えるぞ。赤徳がなければいいな。リリーフで期待できそうだな。吉野部特納やばいやろな。大谷と同時じゃなければこいつも魔改造できたのにな。大物ルーキーでやばかったやろな。岩瀬はヤクルトか。しっかり育って FA するんだな。一人帰ってきたぜ。いらんな。メジャーではいまいちの活躍。スルーだな。ポスティングはなし。さあ FA だぜー。赤徳が邪魔だな。いや、お得も多いけどな。ゲットか。
球は速いな。防御率はいいな。負け運効果で負けが多いのかな。巨人ばっかだな。巨人大量流出か。いらん。防御率は悪いな。これはロマン砲ですわ。打率は低いがホームランと打点はいいな。今年はするんだ。マジか。保証はこんな感じだ。こいつ悪くねえのにな。成績はイマイチだな。ゴードン亡命希望。お前は出さねえって言ってるだろうが。獲得はなしだ。クレスウェル拾われたか。ゴードンは幽閉。3人が殿堂入りだぜー。ドヒはどうだぜー。先発として活躍したな。200勝には届かず。梅ちゃんは銀だぜー。殿堂理由ねえじゃねえか。クソアロタ。誰の忖度だよ。梅ちゃん、どうして。でも正捕手として頑張ってくれたぜー。小塚は金だぜー。なんだかんだ投打に活躍したな。もう少しで300勝だったのか。打撃成績はどうだ。二刀流起用じゃなかったのにホームラン多い年あるな。結構ホームラン打ったな。打率はそこまで高くなかったか。留学は中溝と相澤を。メキシコリーグだ。ダルビッシュの伸びが徐々に上がってきた。今年は国際大会か。このメンツなら世界一も余裕だぜ。ふわ、奥井ジャパンだ。久々の奥井ジャパン暴れてやるぜー。さあ奥井ジャパン世界一発進やー。まさか大谷と山本が同時に転生してくるとはな。マジですげーチームになってきたぜ。続く